俺は夢の中であの女と入れ替わってる？高校生でど田舎暮らしの三葉との入れ替わりは不定期で、週に 2,3 度不意に訪れる。トリガーは眠ること、原因は不明。入れ替わっていた時の記憶は目覚めるとだんだん不鮮明になってしまう。それでも俺たちは確かに入れ替わっている。周囲の反応がそれを証明している。だから私たちはお互いの生活を守るためルールを決めた。入れ替わってしまっている時の注意点や守るべき禁止事項、それから入れ替わった日の出来事を携帯に残すこと、この謎現象をとにかくも乗り切るために協力し合うこと。それなのにあの男は君の前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやって、スカート注意、人生の基本でしょ、人の金を無駄遣いすんな。食べてるのは君の体、私だってバイトしてるし。組紐とかこれ無理だろう。あなたバイト入れすぎ。お前の無駄遣いのせいだろ。私たち超えれるかな、この先の未来、数えきれぬ困難を言ったろう。二人なら笑って帰り道にきっとできるさ。今日は帰り道に奥寺先輩とお茶。君たちの仲は順調だよ。てめえ三葉、俺の人間関係変えるなよ。ちょっと滝君、なんで女子に告白されてんの。お前俺に人生預けた方がモテんじゃね。うぬぼれんといんだよね、彼女のランクセ。お前だっていねえじゃねえか。私は、俺はいないんじゃなくて作らないの。